タンクは、イングランド出身のヘビメタルバンド。ノイスブームを代表する一角として1980年代に活動。モーターヘッドから支援を受け、弟分的存在であった。一度解散したが1997年に再結成し、2013年から2杯に分裂している。1980年、元ダムドのアルジー・ワードと、ピーター、マークのブラブス兄弟により結成される。 モーターヘッドのエディファスト・クラークがプロデュースしたシングルドント・ウォーク・アウェ y でデビュー。モーターヘッドの弟分バンドとして人気を博した。サードアルバムディス・ミーンズ・ウォーからはミック・タッカーが加入して4人編成となり、より分厚いサウンドを披露。その後、ブラブス兄弟が脱退するが、クリフ・エヴァンスらしいメンバーを補充して、オナーブラッド、タンクを発表。しかし、アルジーは 契約上の問題から活動を停止させた。アルジーは1997年にタンクを再結成させライブツアーを再開。1999年8月に初来日。2002年には15年ぶりのスタジオアルバムスキル ATO を発表した。2008年12月22日にアルジーの離脱とツギー・ホワイト、クリス・ダールが加入して5人編成となる。 2013年、トゥギー・ホワイトが脱退し、新たに元ドラゴンコースの ZP サートが加入し、2015年にはアルバム、バレーオブ・ティアーズを発表した。その後もメンバーの変遷を経て、活動を続けている。一方、離脱したアルジーは、設立メンバーであることを理由に、こちらもタンク名義で2013年にアルバムを発表。これにより、便宜上、タッカー、エヴァンズ・タンク、 アルジワード、S タンクと呼ばれる2杯が存在する状態になっている。UK、ウェールズ公演、タッカー、エバンズタンク。ありがとうございます。